はい、皆さんこんにちは。今回は、札幌から石狩方面に来てまして、このまま北上し、道北の旅、北海道道北の旅に出かけたいと思います。はい、風がすごい強いです。海沿いを走ってますが、雨でしょうか、それとも波しぶきがかなり立っているので、塩水が飛んできているのでしょうか。先の方は真っ白なので雨が降っているのかもしれません。アイロード厚田道の駅に寄ってきます。はい、道の駅出て次行きます。低気圧来てるせいでかなり荒れてます。波が当たって、道路の上まで白っぽく、かぶってます。
萌え方面は行けません。絶好ダメです。すごい風でテントが立ってますが、今にも壊れそうです。はい、川下海浜公園キャンプ場です。昨日はこの先の冬に抜ける道が、低気圧のためで、通行止めになってましたので、ここで、一泊しました。朝方と言いますか、昨日は風が強くて、立っていたテントがちょっと壊れているようです。今日天気予報では曇りなんですが、今ちょっと雨が降ってます。小雨になってます。今日は土曜日ですが、ここ、海水浴場もあるんですが、そちらは、今回、コロナの影響で、海水浴場は、休止になってます。ここのキャンプ場、キャンプ場自体は無料なんですが、キャンプ場自体はここは無料なんですが、駐車場が、7月8月の、海水浴期間中有料になります。ただ今回海水浴場をやってないので、駐車場代はもしかしたら取りに来ないかもしれません。シャワーがあります。トイレです。ここにはトイレ2箇所、それから、炊事場2箇所あります。でその隣 の、 あの海水浴場側にも、いろいろ施設があります。炊事場です。雨が降ってきました。炊事場2つ目です。駐車場もキャンプ場の両端に、あります。
はい、こちらにもトイレがあります。ちょっとこちらのトイレ古くて、ちょっと使いづらいです。はい、こちら側の駐車場に出てきました。海水浴場側の駐車場です。はい、こちら側にも、トイレがあります。こちらにも炊事場があります。はい、川下海浜公園キャンプ場を出て、北上します。